メニュー一番大きくてくる。周り見てる。下、細かく見てる。ただ毎回見とらんけど毎回毎回いう感じっていう人も早いわよ。うん、商店2着の雪辱に燃える2番 JRA 京来パープル505kg-6 藤岡豪太55kg G3 連続2着の後初の交流重賞に挑む。そして鞍上4連覇5勝目なるか。3番 JRA 萩野アレグリアス499kg-1田村優雅54kg。JRA 小倉記念3着は移籍5戦目4番マウントゴールド464kg-5マルノカスト54kg。 オープン特別2勝は初のダート交流重賞に挑む5番 JRA アルサトは509kg-3三幸秀明54kg。
前走2つ目のガードグレード佐賀記念を制覇、初コンビ連勝なるか。6番 GIA マーメンバイラー513キロマイナス1岩田未来55キロ。9連続3着以内と好走が続く。前走初のガードグレード川崎記念は3着、7番 GIA ニューモニュメント491キロプラス1小崎亮也54キロ。前走がし4歳は勢いに乗って初の大舞台へ、8番コンビニの447キロプラス1塚本聖吾52キロ。10勝11勝の実力は、2度の名古屋大賞典は4着3着何とかしたい。9番兵庫仁義454キロマイナス3田中学ぶ54キロ。前走笠松重賞3着ガートグレードは6度目のトライ、10番名村嵐526キロマイナス3加藤総一54キロ。前走勝って夢のガートグレードのステージに上がる11番ゴーエースーシェフ470キロマイナス3大岡玉沢木54キロ。3歳児競輪杯を勝ちジャパンダートダービー4着と活躍、12番倉橋ブラブール509キロマイナス5渡辺達也54キロの騎乗です。以上フルゲート12頭第11レースは JRA 地方交流中日新聞杯第46回名古屋大賞典 G3 4歳以上距離 2000m、 発走時刻は4時40分の予定でございます。お客様にお願いいたします。投票券はお早めにご購入ください。民歌奏ファンファーレです。新聞杯第46回名古屋大賞典 G32000m 12頭、単勝1番人気は3番アギノアレクニアス 1.2 倍と高い支持を集めました。そのアギノアレクニアスが今収まります。2番人気は7番ニューモニュメント 4.6 倍、3番人気6番バーメンバイラー 6.0 倍です。向こう上面からの発送、2番のヘイアリパープルを下がります。最後はブラブール、ブラマシからの参戦。スタートしました。さあ道場面先行争いは上がってまいります。さあ先頭はわずかにアルサトが踏ん張っております。バーデンバイラー2番で外から3番ハリのアレグリアスもさあこの争いに加わって4コーナーから直線に来ました。外から一気に3番ハリのアレグリアス、内から2番のヘイライバーグル、そして頑張るのはアルサトはさあ先頭に来ました。外3番ハリのアレグリアスか、内2番のゲイライパープルか。2頭並びまして接戦。その後3着から先に6番バーデンバイラー、内は5番のアルサトア、外から7番ニューモニュメントの差を詰めておりました。第11レース中日新聞杯第46回名古屋大賞典 G3 2000メートル12頭で争われました。
ボアグリコの先行を外から3番萩のアレグリアス、そして内を狙ったのが2番のヘイライパープル、最後はこの2頭の追い比べとなりました。外3番は萩のアレグリアス、内は2番のヘイライパープルの追い比べ、さあどうでしょう。わずかに捉えたか3番ハギのアレグリアス、うち2番ゲイアイパープルもよく頑張りました。伊藤の激しい直線のマッチ列となりました。3着争いには6番マーデンバイダー、そして逃げた5番アルサドアと外7番ニューモニュメント、第11競走中日新聞杯第46回名古屋大賞典、すんなり着順が上がりました。競り勝ったのは3番萩のアレグリアスであります。 JRA 通算6勝目、3番の萩のアレグリアス、ダートグレードは初制覇、名古屋大賞典を制しております。そして河原優学手、名古屋大賞典4連覇5勝目となります。勝ちました3番の JRA 萩野アレグリアス、通算6勝目、 C 広組厩舎の管理は絆の3頭筒の6歳馬、鞍上は川田優学士、勝ちタイム2分8秒に第11競走3番2番6番で点滅、レース確定の番内